フリーデルケ・アレクサンドリーネ・ネフォン・コーゼルは、ポーランドとザクセムの統治者、アウグスト・キョウと、愛称のコーゼル伯爵夫人、アンナ・コンスタンティアの間の2番目の被着室氏。結婚に伴いモシンスカ伯爵夫人。1730年2月18日、20歳ほど、年長のポーランド王官僚財務長官、ヤン・カンティ・モシンスキ伯爵と結婚。夫との間に2人の息子。 アウグスト・フリーデリク・モシンスキと、フリーデリク・ユゼフ・モシンスキを設けたが、夫とは、次男誕生直前の1737年に、死別している。1742年4月、ドレスデンの市街地庭園、ビュルガービーゼ内の道なけ辞書に隣接する辞書を、入手する。1742年から1744年に、かけ、建築家。 ユリウス・ハインリッヒ・シュバルツェンに命じてこの辞書に庭園付きのロココ様式の指定モシンスカ宮殿を建設させた。フリーデリケはドレスデンの最も格式高い社交場の一つとなった。この指定殿を反省を送った。モシンスカ宮殿は1871年に解体された。1750年、イボアニア・ウグスト三世によりノブーツの大官職を授けられた。 ドレスデンには、現在も彼女にちなんだ無心好き通りは存在する。ありがとうございます。